NHK をぶっ壊す。コラボの不正会計疑惑について行った住民監査請求の結果の結論の部分を読み上げます。はい、皆さんどうも NHK 党参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和4年12月30日、0時6分を回ったところで、ございます。はい、今回はですね、東京都の委託事業コラボに関するお話でございます。こちらの話はですね、はい、SNS 上で、まあ、非常に話題になっております。おそらくですね、まあ、YouTube の上でもですね、はい、かなり話題になっていると思います。まあ、数多くのね、動画がありますので、まあ、興味のある方はですね、まあ、そちらも見てもらえれば、いろいろとね、ありますので、まあ、見てもらえればと思いますが、はい、まあ、この、今回の件で、まあ、中心となっている、まあ、中心となって動いておられる方がですね、まあ、ハンドルネームがひまそらあかねさんという方で、ございます。で、まあ、この問題についてはですね、まあ、かいつまんでざっくりと お話をしていきます。東京都の委託事業コラボというのがあります。まあ、これはですね、若年の被害者、被害女性をですね、まあ支援するなどの、まあ名目でですね、例えばバスカフェというか、形でですね、まあ夜にバスを使ったですね、まあカフェをオープンして、若い女性の方をですね、まあ飲み食いさせたりという、まあそういうね、事業でございます。まあそれはね、さておき、とにかくこれに関して、コラボに関してはですね、まあ国民の税金が使われているわけで、ありますので、国民の税金が使われているものなので、まあしっかりとね、した事業をしてほしいというのはですね、まあ誰もが望むところなんじゃないかと思います。ただですね、この国民の税金が使われているコラボ事業に関してはですね、まあ東京都にですね、出された会計報告というのがあるんですけど、まあそれを見るとですね、ちょっといろいろとね、おかしいんじゃないかということをですね、そのひまぞらあかねさんがですね、まあ指摘をして、まあ住民監査請求をね、行ったところで、まあ今回はね、その住民監査請求の、まあ、結果の結論の部分をね、読み上げていきます。でですね、まあ結果のところをですね、まあ結論の部分を、まあ、簡単に言いますとですね、やはり東京都に対して、勧告が出されたということでございます。でですね、この住民監査請求というのはですね、まあ、基本的に行政側にすごい甘いんですよね。ほとんど通ることがないんですけれど、まあ、それがね、通って、最終的に東京都に対して、まあ、勧告が出るということなので、まあ、おそらくなんですけれど、このコラボというのはですね、まあ、よっぽどですね、まあ、ずさんなことが行われているんじゃないかと思われます。まあ私もですね、はい、先日の参議院総務委員会においてもですね、このコラボの件については、まあ一部取り上げさせていただきましたということで、まあ今回はですね、はい、SNS 上、まあツイッター上でのね、ひまぞらあかねさんのツイートを、まあ、紹介する形で、お話をしていこうと思います。というわけで画面の方を切り替えます。はい、こちらがですね、そのツイートとなります。ひまぞらあかねさんという方でですね。まあ、本名はね、また別にあるんですけれど、まあ、これはそこでさておき。はい。まあ、ちょっとね、読んでいきましょう。コラボの不正会計疑惑について行った住民監査請求の結果全文です。で、この、この文章の下にですね、その結果の結論の部分がですね、まあ貼り付けてありますので、まあ後で見ていきたいと思います。まあその前にですね、まあざっくりまとめられているので、そこを見ていくとですね、はい、2月28日までに、遡って調べろ、不正があったら返金とかさせろ、区分守らせろ、こんなクソ報告書で通すな、案文しろ、他に流用すんな、宿泊、給食費に上限つけろ、ちゃんと指導しろと。まあ、書いてあるわけですね。まあ、これがまとめになるわけですね。というわけで、その、この下に つけてあるですね、まあ、実際の、結果の部分、結論の部分をですね、お見せしたいと思います。それがこちらになります。結論の部分でですね、まあ、それまでの部分でですね、まあ、いろいろと説明が、あるんだと思います。で、まあ、結論の部分をですね、まあ、これから読み上げていきます。以上の通り、本件、清算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には、
は理由があるから以下の通り法第242条第5項に基づき次に掲げる措置を講じることを勧告する。まあおそらく法というのは地方自治法のことだと思われます。で、下にスクロールをしていきます。はい。で、そこからですね、まあ順番に読み上げていきます。1、令和5年2月28日までに、括弧1、監査対象局は本件契約にかかる本事業の実施に必要な経費の、実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。括弧2、調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や、委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じることとあります。はい。で、2番ですね。はい。なお、本件事業にかかる委託の会計処理について、次の意見を付す。括弧1。監査対象局は公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう事業実績部額については本事業の実施に必要な経費を正確に報告させこれを精査した上で精算を行うとともに事業実績部の対象経費の支出内訳について、受託事業者ごとに任意とするのではなく使用書に定める、支出対象費目報酬、給料、職員手当等、賃金、報奨費、謝金、旅費、需要費、消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食料費、役務費、通信運搬費等、委託料、使用料及び手数料、備品購入費、共済費、扶助費、その他緊急に必要とする経費の区分に準じること。括弧に、アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。括弧3、人件費や、報奨費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について明確に区分することが困難な経費については事前に案文の考え方や算定方法を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。括弧4、概算払いによる資金の交付について契約書に通常記載されるべきである本件事業にかかる委託に要する経費以外に使用しない旨を契約書において明らかにしておくこと。括弧5、宿泊費や給食費等について、1人1回あたりの上限金額を設けるなど、委託料の使途について合理的な基準を設けること。また、宿泊については、その人数や目的、泊数などを報告させること。括弧6、受託者に対し本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また本事業が公金を使用する事業であることを改めて指導を徹底すること以上です。今回の、住民監査請求の結果ですね、東京都には、それなりに強い勧告がなされたのではないかと思われます。ひとまずですね、私の方からはですね、はい。ツイッターに書いてあります。記載されてあります。こちらのね、住民監査請求の結果のところを読み上げさせていただきました。この件に関してはですね、はい、ひまぞらあかねさんがですね、インターネット上でノートというですね、サイトで、解説をされておられます。で、この本文のね、全文などについてもですね、公開をされておられます。有料にはなるんですけれど、そちらもね、興味のある方、見てみるのも、いいんじゃないでしょうか。1000円だったかな。それぐらいを払えば、見ることができるということでございます。こういうね、東京都のですね、委託事業が、ずさんな、ね、会計処理がなされているということに関してはですね、不適切だとは思いますけれど、結局、
まあ、いろいろな情報を、まあ、勘案するとですね、こういうのはね、もうしょっちゅう行われているということでございます。おそらくね、氷山の一角だとは思いますが、まあ、今回ね、ひまぞらあかねさんがですね、これを、まあ、指摘して、まあ、明るみにしたということについてはですね、まあ、非常に意義があることだと、思います。まあ、結局ですね、こういうのをですね、もう防ぐためには、やっぱりね、もう税収そのものをですね、まあ、減らしていくということで、まあ、歳出削減が、まあ、必要なんだと思いますが、歳出削減のためにはやっぱりね、減税というのが、まあ、必要なんだろうと思います。結局ですね、まあ、国民からたくさんのお金を取って、配るというね、こういうことをね、しているからですね、こういう不正の、不正とね、思われることが、まあ、まかり通るのであって、まあ、そもそもですね、まあ、税金をですね、まあ下げて、まあ税収を絞ってしまえばですね、はい、本当に必要な支出のみに、ですね、まあ厳選されるわけでありますので、まあそういう意味ではですね、やっぱり減税というのはね、進めるべきなんだろうと、思います。にもかかわらずですね、はい、過去30年、日本はですね、もう増税ばっかりだったんですね。なので、まあ一応ね、私の、まあ、政治家としての、まあ、考えとしてはですね、もうすべての増税に、まあ、反対をしていく。まあすべてのね、税金をね、下げられたらいいんですけれど、なかなかそうもいかないので、まあとりあえずね、これまで増税傾向にありますので、とにかく増税についてはもう反対するという考えで、私はですね、まあ国会においても、まあ普段の活動においても、すべての増税に、まあ、反対をするという形でございます。というわけでですね、今回以上になります。はい、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。どうもありがとうございました。NHK をぶっ壊す。